こんにちは、Bレジェンドのダンです。今回は怪我をしにくいベンチプレスを紹介していきたいと思います。Bレジェンドの公式 LINE ではお得な情報などを掲載しておりますので、ぜひこの機会にリンクからチェックしてみてください。まあ、ベンチプレスといえば怪我をしやすい種目でもあります。で、僕自身ベンチプレスで過去に肩と肘両方怪我してます。なんなら手首も痛めてます。まあ怪我をしないって言ってる理由っていうのも、僕自身が関節ほとんど全部怪我してるからなんですね。座骨神経痛という腰の怪我もしておりますし、膝も怪我しておりますし、肘に関しては両肘、肩は右肩で、首もやってます。で、背中も側腕症になってたことがあるんで、左右差がもともとあった体なんですけど、まあそこをトレーニングちょっとずつしっかりとフォームを正していった上で、今も怪我を全くすることなく、関節の違和感もなくトレーニングをできているので、まあそういった中で見つけてきたフォームっていうのをぜひ共有できたらなと思って、今回この怪我をしにくいベンチプレスという内容で取らせていただきました。で、まず普通に意識するベンチプレスを紹介してから僕のフォームを紹介していきたいと思います。まず普通のベンチプレスっていうのは、お尻をつけて、頭をつけて、両肩をつけて、両足も地面につけた状態で5ポイントコンタクトっていう意識をした状態でバーを握って行っていきます。で、しっかりこの背中のブリッジ、この腕1本がしっかり入るぐらいのブリッジを組んだ状態で行っていくのがベンチプレスです。まあ、実際やっていくと、この状態からぐーっとまっすぐ落として上げる、まっすぐ落として上げる、これが本来のベンチプレスの形になります。で、僕自身がこのベンチプレスで怪我した理由っていうのは、今のベンチプレスとかだと重りがついてくると、結局肩の力とか関節でロックかけちゃったりとか、無理やり上げようとしても他の筋肉の代償動作で押し込むことができるので、体としては違和感のある動きになって、関節に結局ダメージがいってしまって怪我につながってしまうっていうようなことになってしまうので、僕はあの軌道をマシンの軌道のようにベンチプレスをするイメージでやっています。僕のちょっとフォームなんですけど、僕は足を上げます。骨盤を後傾するために本来は足を上げるんですけど、僕自身は地面からの力を加えないために足を上げてるので、この踏ん張ったパワーでベンチプレスとか上げれるんですけど、それをできないようにするために足を上げてます。で、足上げてると不安定になって危ないんで、シートに足をつけてるってイメージなんですけど、基本ここを踏ん張らないようにはするイメージで、まず足を置いて、この状態で骨盤は前傾します。なんでここのブリッジはちょっと本来のブリッジよりは浅いですけど、ブリッジは作ります。で、この状態で軌道としてはこういうイメージですね。大げさに言うとこのすごい振り子みたいなイメージでやっていくんですけど、まずこの状態で押したりしちゃうと、ストレッチを最大でかけようとした時のこの時点って、もう肩としては怪我をしやすいポイントになります。だから肩の柔軟性とかがないとすぐに怪我してしまうんですけど、下ろす時はちょっと脇を締めるようなイメージで、この辺りでぐーっと落としていきます。で、負荷としては胸にしっかり入れていくイメージで、ここからストレッチかけるためにぐっとちょっとこっちに寄せます。鎖骨の真下あたりに落としちゃうと、柔軟性がないと普通に怪我するので、そこにちょっと胸に当たってるんでストップかけれるんですよね。なんでストレッチかけたいならこっちにやりたいんですけど、ちょっとストップをかけるっていうイメージでこういった動きにしてます。で、ここから直接でいかない理由は、この重い状態で直接いっちゃうと、この時点でも位置がこの辺になってギロチンプレスという形にもなりやすかったりとか、安定しないので、結局落とした時にこんな感じで上げると肩に負荷が逃げた時に押しちゃうんで、肩を使って肩を言わしてしまうっていうことにつながるので、一旦押す時は胸に戻すイメージ、大げさに言うと胸に戻して押し上げるイメージ、大げさに言うとこういう L 字型に動くようなイメージなんですけど、これを流れでぐーっと意識して伸ばしてグッと押す、グッと押す、このポイントの時にグッとこの肘の裏と肘の裏がこの辺でボールを挟むイメージでグインって上げていくイメージをすると、より胸が収縮するので、何も持ってない状態で体のちょっと遠くで肘の裏と肘の裏でボールを挟むイメージでこうやってやってもらうと、胸の収縮を感じれると思うんですね。まあ、そのイメージをこのベンチプレスでもやっていくっていう形です。でバーの握り方なんですけど、この握る方が絶対いいです。しっかりとセーフティーバーがあれば助かるんですけど、なかったらもう自分自身に重りボーンと押してきちゃうんで危険なんで、ベンチプレスするときは僕はサムアラウンドをおすすめします。親指をしっかり巻いてください。で、この時の握り方なんですけど、グッと握るっていうよりか、僕はサムレスのイメージで握っ
って親指をかけるっていう、手首を痛めなくなった理由っていうのが僕はここに置くようにしてるからなんですね。これが握る場所がここになっちゃったらもう手首がこう倒れちゃうので、こういう状態でのベンチプレスになっちゃいます。これはもう手首に負担がすごいので、手根にしっかり置いてあげると、格闘技とかでもここでパーンってやった分には手首に衝撃が少ないって言われてるんですけど、その理由と同じで、ここに重力がグーッとかかっても手首がこう返ってたとて、重力自身はしっかりと腕にも直接グッとかかるんで、重いもの乗ったとしても手首を揺らしにくいですね。なんでこの手根にしっかりと乗せてあげるようなイメージで握る。でも握り込もうとするとどうしてもこっちに移動してしまう。だからこそ手根に乗せて握り方は、こっから指を第一関節からバーに当たってる感じにしてもらって、そのまま親指を握る。この意識で握れば手首も返りにくい握り方ができます。ただこの握り方にすると次またやりにくくなるんで、重量が落ちたりするんですけど、それで重量落ちる分にはもう重量落としてやっても全然大丈夫です。それで上げちゃうと逆にまた怪我する可能性があるので、しっかりとまずはフォームに慣れるまでは軽い重量でやってください。でこの状態で握ってすると、僕をこう見てもらうと手首がこう返ってないのが分かりますね。しっかり手首が立った状態で行うことができるので、このままこのアングルから見てもらったら、ちょっと押すときに下からグッと押してるのが分かると思います。肘が締まりすぎてしまうと、ナロープレスって言って三頭筋に入ってしまうので、しっかり肘、この可動はぶらさずに、イメージは地面と前腕が垂直な状態をキープしながら行ってあげてください。曲げるときに肘がこうなっちゃったりとか、こう開きすぎてるとまた怪我する可能性あるんで、地面と前腕は垂直なイメージを意識してみてください。普段からアップで使ってる60キロでやっていきたいと思います。よいしょ。足上げて、お尻つけて、骨盤を前傾させて、ちょっとブリッジ作った状態 でしっかりとバーを握って、この状態でまずラックアップします。この状態でだいたいスタートしちゃうんですけど、僕はもう結構下に下げちゃいます。もう胸の下部の上ぐらいかなっていう意識で、それでも実際近くで見ると胸の下部よりもちょっと上やったりするんで、そこの位置からグーッと落としていきます。で本来結構乳首って言われるんですけど、僕はもう胸の下部、乳首の下らへんに落としていって、ここからグッと胸に伸ばす。でここからグッと押す。イメージでいくと、重りを押すときは斜め下に押し上げるようなイメージ。大げさにもうこういうイメージですね。この動きをしてると、腕とか肩のフロントとか三頭筋とかもあんまり関与することを感じることなく、胸伸びで押してる感覚を慣れてきたら感じます。最初はこのコントロールがめちゃくちゃ難しいんで、フォーム意識するとより三頭筋に返ってくると思うんですけど、まずは軽い重量でしっかりとボールを挟むイメージで、胸が意識できるようになってきてから徐々に重量をアップしてやってみると、かなり怪我しにくい効かせるベンチプレスになります。僕はこれで違和感すらも出てこなくなったんで、肩痛いんです、ちょっと肘痛くなるんですって人は参考にやってみてください。まあ、ベンチプレスで一番関節にどうしても来てしまう人はリストラップとかエルボースリーブっていうものがあるので、まあ、エルボースリーブも薄いやつとかだと意味がなかったりするんで、パワーリフティング用で売ってるような分厚いエルボースリーブとかつけてあげるといいかなというふうに思います。あまり重い重量を持てるような種目ではなくなってしまうんですが、まあフィジークでもまだ戦うことのできる胸っていうのは、軽くても効かせればでかくなるので、60キロを胸に効かせるのか、60キロ使って40キロを胸に効かせてるのかでも大きな差が出てくるので、いかに扱ってる重量をしっかりとその対象筋で捉えるかっていうのもポイントになってくるので、こういったトレーニングをマスターして、あまり重いものを上げれなくても戦える体っていうのを作っていくっていうところで参考にしていただければなと思います。今回のこの動画が参考になった、良かったなと思った方は、いいね、チャンネル登録お願いいたします。ビレジェンの公式 LINE ではお得な情報などを配信しております。ホームページにもキャンペーンだったり新商品の情報も掲載しておりますので、ぜひリンクからチェックしてみてください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。